はい、皆さんこんにちは、こんばんは、野本家です。さあ今日もやっていきましょう。 MLB 雑賞サンディブリトー編やっていきたいと思います。今現在ブリトー投手はと言いますと、ついにクローザーになりましたね。 MLB ドジャースのクローザーとして今頑張ってますけど、さあ成績見ていきましょうか。現在35試合で、あら、まあ、ここ置いといて27セーブね。これ非常に素晴らしいんですけど、27セーブはいいでしょう。ちょっとね、防御率があまりよろしくないんですけど、シーズンね、確か開幕16試合ぐらいかなまではね、全部連続セーブ成功というところはできたんですけど、若干ねシーズン中盤ぐらいになってきますと、まあね、放送的に言うと終盤ですか、若干若干ねちょっと打たれるケース増えて、グランドスラムとか見て一気にね 1.2 とか 1.5 とか、なんかそのぐらいのレベルからね一気に3点台まで上がってしまいましたね。かなりなんか防御率悪くなっちゃいましたね。まあここからねまた気を取り直してね頑張っていきましょうね。クローザーとして優勝にね導いていきましょう。そしてねワールドシリーズ、まあ世界一目指してね頑張っていきたいと思います。さあということでやっていくわけですけど、まあここねいろいろちょっとカスタマイズするとして、今ね、まあ、前回あれかちょっと変化球重視にしたけど、ちょっとまたね球速重視とかにしてみたけど、あれかな、コントロールと別にまあ変化球でもいっちゃいいのかな、どれがいいんでしょうねこれ。結局あんまりコントロールでやってもなんかちょっとブリとどうなのって感じがあるんでね。やっぱ変化球はある程度あんまり上がんないのか、まあ、別にまあこれでいいか。はい、行きましょう。ちょっとね球速ゴリゴリで系でいきます。あ、髪型変えるか。じゃあ髪型引き締めるか。ちょっとさすがになんか打たれすぎたからね、この調子乗った髪型で変えるか。ちょっと気を引き締める、こういう、これちょっと全然気引き、これはちょっとこれいくか、これでいこうか。どう、なんか気合い伝わる、これで気合い伝わってくれればいいけどね。これであれ、ちょっと待って、カラーがちょ黒にしよう。黒にした状態でやないと、こうか、こんな感じ。ちょっと気引き締めるわ、きます。まあ、だいぶさっぱりするんじゃないこれで。契約、悪魔と契約します。いきます。さあ今日初登板は、おっとごめん、無理、いや無理じゃないか、これビハインド展開か、しんど。Sandy Brito is called upon, and it's not for his usual role. Just hoping to keep the deficit at one here. これまあ最少失点で切り抜けたり、まあ1点はまあ最悪しゃあないぐらいに、お、でもあれか、ツーアウトか。まあこれはちょっとね、1点ビハインドで最終回に回したいって感じかな。14回だね、延長いきますか。OK、相当広いね。おっと、抜かれちゃうか、ちょっと、まあまあまあ、しゃあないか、1点は、まあ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 、いきなりでも打たれるの嫌だな、カットボール打たれたな、坂本。Dan, that's a huge insurance run right there. Has to feel good as a hitter right there. To not only やっぱね、なんかあんまりね、あれですよね、コンディションのね、ランがね、めちゃくちゃ悪いんですよ、最近本当にブリト。打たれてるのか悪いのか分かんないんだけど、すごいね、全然良くないですよね、状態が。OK、まあまあまあ、1点か。まあ1点でしのいだと考えるべきか。でもちょっと追加点与えたくなかったな、正直。火消しはなかなか失敗って感じだけど、いやちょっと待って、これまさか
バッターいないのか。え、でも代打ミツマンみたいな状態ですよこれ。ちょっと待って、だって8番バッターこれポップフライで、あれこれバッターいないのか。もう延長14回だからバッターいないんだこれ。ちょっと待って、マジでこれいないんだ、バッターいないんだ。いや、あーでもまあすごいことになってるこれ。あ、すごいことになってるね。もうこれちょっと14回やっぱ戦うとこうなるんだ。ピッチャーとかこれやばいんじゃない。わー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 、すごいことになってるわ。じゃあちょっとでも初ヒット狙ってみるか。高めストレート狙ってみるかな。でもフォーシム、あ、いや、まずいいか。うーん、狙いはでもあれだ、高め。あー、立ってるけどな、惜しいけどな。来い、狙い球来てない。ポップフライにならないか。ショートフライか。負けたね。でもこれどうなんですかねこれ。この試合どうなんですかね。ちょっと、まあ延長14回までもつれた時点で正直勝ち目ない感じかな。バッターも使い切ってね、代打すら送れないってなると、まあどうしようもないですねこれは。はい、でブルペンか。 OK。 さあカットボール球速、スライダーコントロール、カットの球威かな、キレとかかな。はい、まあ、これはカットボール強化でいきましょうかね、純粋に。おー、同点か。まあまあ勝ちになるね、勝ち投手の可能性ありますからね。これはやりましょうか。Sandy Brito comes on now, and he's just hoping to keep this thing tied. No save opportunity here. 3.23 だからね、あんまり良くないね。普通にクローザーとしてはちょっとあれですよ、あんまり。さあ集中。まあインコースやっぱ強気にいこうか、まずは。入ってるけどね、明らかに。多分インコース狭いんだろうなこれ、このスイーパー。いまだにブルペンとかの強化の仕様がよくわからない。あれかな、コントロールとスピードとキレとかが強化できる、基本的には。で、球種とかも変えれる感じかな。ステータスはね、まあなんかちょっとなんかマニュアルとか見ればわかるんですけどね、細かくは。負け投手の可能性あるかね、これ。1点取られたら敗戦投手ですよ。あんまりね、追い込んでから空振りがなく取れてないんだよな、ブリト。まだでもここフォークいきたいな。一発でも出たらもう敗戦投手ですからね、その瞬間。結構緊張感ありますよ。粘られるね。難しい。まあフォーシームでいこうか。オーケー。今日のベストピッチ。さあここも警戒。いよいよ100マイル。まあコンディションそんなに良くはないけど、まあでも良くはなってきてるから徐々に。で次の1球をちょっとね、ここでね、ナックルカーブをスパイスとして入れてくる。
このナックルカーブで多分ね緩急がつくから、でここ高め行きたいな。いいとこ行ってますからね今。カウントなくってか、なんか今すごいなんか声援があったね。ホールがすごかったな。さあどうかな、勝ち投手になれるかな。1点取れば勝ち投手にはなれないか。さあこれ多分絶望の延長戦じゃない多分ここから。あーでもどうだろう、ドジャースが2点勝ち越してここを締めれば、おっと地獄の延長の予感だねこれは。1点取った、勝ち切れるかな。うん、オッケー、いいですね。まあブリトホールドがつきますかこれで。ア・リーグのチャップマンとナ・リーグのスミスは守護神で3点台、他はだいたい防御率に 2.5 前後。やっぱでもまあでも3点台ね、当初考えるとね、開幕当初がやっぱり1点台でしたから、それ考えるとやっぱり調子は良くないですよね今ブリト。A coach presses a player to keep raising the bar on the development of his signature skills. お、さあ今日のセーブ機会。Sandy Brito takes the ball now in inning number 9. で 3.13 か、オッケー。さあ、あんまりね雑に投げていかないようにね、やっぱり丁寧に。初球カットラ入りましたから、インコース強気に。甘いかな、これ甘いかな、甘いかな、甘くないと思うけど。いやまあ1点差ですからね、まだ1点差、まだ1点差。ちょっとでもあれだな、そんなに割とインコースストレートだったんだけど、なんか張られてましたね今。ちょっとインコース、完璧に張られてるねインコースを。ちょっと狙われてたな、なんだろうな。これでまあ1点差。球でも結構いいけどね、切れてるけどね、そんなに悪くない。でこの1球でね空振り取りたいんだよなやっぱり。 OK OK、 よし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 、ボスチャレンジ怖いね。さあ来ますか。やっぱねカウント有利にしてなんぼですからね、ボールカウントでいっちゃうとなかなか苦しいですから、なんとか。有利カウントでね、なんとかしのいでいこう。マジか、よくないな、カットボール。で次ナックルカーブ、ちょっとゾーン内行ってみようか、怖いけどね、あんまり投げてこなかったと。オッケー、よしよしよし、逆球だけどこれなかなか効きましたね、カットボールが。カットボールというか緩急が効いたね。さあ全部ストレートをね中心にストライク先行でいきましょう。いきなりボールか。でここからな、ここからのカウントでちょっと
ナックルカーブ行こうか。いや、はい。Time to narrow your focus up there at the plate in a one-run game. He doesn't want to walk.審判が敵だな。でここで下手にカットボールとか行かずにやっぱストレートを押していかないと。あ、だめか。いや、まあここからね、カウントがね、まあ1からできるんでいいでしょう。まあ話じゃない。多分ね、初球の入りからねボールで入っちゃったのが良くないんだろうな、これ本当に。でボール先行ですから、これね狙われるカウントになりますからね、ちょっと良くないんじゃない。Pass the baton to the guy behind you and keep the line moving. Lifted down the line and left, but this will wind up being a foul ball. Throw far ahead with a 3-1 count here. 次のカウント怖いよ。ここにナックルカーブ行こうか。おお、ちょっと珍しいな。連続フォアボールは珍しいな。さくまろ。さあ審判も際どいところなかなか取ってくれませんからね。なんかでもフォアボールで、連続フォアボールでピンチはちょっと珍しいですね、かなり。 OK で、ここでもうあれだな、ちょっと空振り取れるかどうかだね、インスタで。よし、危ないね、ちょっと今危なかった。いやー、ヒヤッとするね、ブリトー。ちょっと今日もなかなかな滑り出しですね。ちょっとあまりよろしくはないね。僕で 3.3 ぐらいになったんじゃない、多分 3.34 ぐらいかな、多分今 3.31。 やばいね。まあでもこれビハインドですか、引き消しだね、これは。狭いね。いやだ、あれだな、ちょっとマジでボール先行増えてるな、ブリトー。ちょっともっとストライク先行でいかないと、さすがに狙いすぎてんのかな、やっぱり。 OK。 さあまあ引き消しですけどね、ここは役目としては。で、どうかな、頑張ってほしいな。まあ無理か、まあしゃあないかね。3.34 狙ってく防御率、割と打たれないと厳しいかもしれないね。あ、なんかいろいろもらった。ちょっと開けようかこれ。あんまいらんな。これはでもそんなにかな、どれもどれじゃないか。ちょっとあんまり強くないからこの辺りいっとこう。オープン。じゃあサングラスとりあえずもらっとこうか。あんまりって感じですけど、はい。ちょっとあれか、ブリトースタイル変えてみるか。ここもじゃあちょっと球速そんなに今もうほぼマックスいきますから、若干変化球寄りとかでいってみようかな。それこそ変化球やや強化気味でいきましょうかね。で咲きます。一回ブルペンか。ブルペンでこれがね球速だと思う。BEL がこれ球速で、コントロールで、これがキレとかかな。キレとか多分ね、そんな感じですよ。
スプリット、スラーブ、カーブ、サークルチェンジ、カーブ、まあこれはフォーク強化ですかね。はい、いやー、1点差怖いんだよなブリトーね。ここですよ課題の。よし、これはねマジで気合い入れないといけない。40試合目、今年マイク・トラウト。Listen, it's not easy coming back off of closers, but this guy hasn't been super dependable so far this season, and he's blown several saves. おー、1球で打ち取った。しかもシフトアウトだね、これは。でかいな。危ないな、やっぱ怖いね。そして次もボスチャレンジ。怖いね。さあ初球ストレートでいこうかな。いやでもやっぱアウトコース、いやインコースだな。He's ready. Here's the first pitch. Now this is a perfect example of why this manager feels so confident going to this beast in the ninth. おお危ない。まあ低距離はいいか。Pumped up and looks the part. The 1-1. This is hit the other way out toward left field.あ、マジか、今のツベ、うわすごい逆方向に行ったな。えっぐ、なんで今のバッティング。いやでも危ない危ない、ちょっとマジで。ブリトー対策されてんだろうな。ライトフライ、いやーちょっとマジか。どうしたブリトー。あーでも確かに甘いな。うわーこれノックアウトか。いやまずいな、ちょっとどうしてこんな打たれるんだろう。急に打たれ始めたねマジで。うわーマジか、ブリトー2敗目ついちゃうか。いやーまずいね、甘いっちゃ甘いけどね。マジで防御率 3.34 ぐらいになっちゃうよこれ多分。ガチでそんな感じになっちゃうけど、いやーちょっとこれクローザーとしてねえ、今首位にいるからいいですけど、ちょマジで今ブリトちょっと壊れ始めてるよ本当に。やばいな、配球が完全にダメになってきた。甘くいっちゃうね。開幕から3アウトングス、フォークス、does not make a careerとのことです。いやでもちょっと今ブリート良くないですよ。 OK、 まあこういう展開でちょっと良くしてきたマジで。3.78 だ、全然良くないじゃん、その次元じゃなかった。いやだからマジででもあれだな、ストレートやっぱ決定だな。打たれるね、打たれちゃうねブリト。まずいな、これ1点差とかじゃないから、まあちょっと本当に大胆にいきたいけど。甘いな、でも甘くいっちゃってるな、制球かなやっぱり。いやーちょっとマジで悪いな、今最悪の状態だよねブリート。どう落とそうか。うわー危ない、危ない。去年がね、去年今年と良かったのに急にですね本当に。甘いなこれも。そうね、クローザー剥奪もあるからね、ちょっと怖いですよこれ。いや、むしろメジャーからね、下ろされることもありますからね、十分。コンブリコンブリ。甘い甘い、最悪のボールだったね今。
Sometimes you can get away with a pitch in that location when you're running it up there that hard, but not consistently. You still have to work the edges of the zone most of the time. 結果的に抑えたって感じかな。内容としては最悪でしたね。ちょっと調整登板としての内容は、まあ全球ストレートでいけたのはいいんですけど、ど真ん中行きましたね、完全に。取り調べ近いかな。行こうか。ちょっと2点差だね。頑張ろう。Sandy Brito takes the ball now in inning number 9, looking to close the door. All set for the bottom of the ninth. And next to hit is the catcher, Chance Cisco. First pitch of the AB now. Here's a looping fly ball out to right. The box is there, and that's not the start to the bottom of the ninth. This crack was open for one way. Now at the plate here is Tyler O'Neill, 0 for 3 with a couple of strikes for him to this point in the ballgame. One out, nobody on. Here's a cutter that's off the plate, 1-1. And it looks now like a right-hander's begun to get loose in the Mets bullpen.打たれるね、マジで。ストレートがポコポコ弾き返される。ちょっとこれ妨害しにいかねえと、マジね。ポッコポコ打たれますね、ランナー。さあ、耐えどころ。これいいとこ。He'll let her play at 313, and even 20 home runs and 59 RBIs. で、追い込んでから。髪型変える、髪型のせいなの、これ打たれてんの。OK、これいいね。よかったよかった。throwing absolute thunder right here, pumped up and looks the part. So he chased out of the strike zone on that one. Carlos Correa goes down and they've got only. でもね、多分ね、グッドがね、出てる回数が減ってるからだと思うんですよね。やっぱり打たれる理由は単純に本人のタイミングが若干ずれてんだろうな。よかったね。まあ。こんばんは。なかなか今苦戦してますけどね。超独占中。サンディ・ブリトー。お、何これ、ツーアウトまで取ってくれてる。ワンアウト取るだけでいいじゃん、これ。ワンアウト取るだけでもうこれセーブつくんだけど。ここでフォークいきましょうか。It's becoming more and more common in today's game to see relievers like this that can run save up to 100 miles per hour. But it's so fun to watch it. He blew it right by him there. 今のいいボールだったね。The Mets catcher. That's a great take right there. Great pitch recognition to let that one go. Swing and a miss. おお、ちょっとなんかブリード歩き方がかっこいい今の。歩き方がかっこいいよ。OK。いいですね。今のところまあ順調にまた再び、ね、抑え始めてるかな。いいですね。でブルペンか。もうこれ8月だからね、去年の段階でこの段階でなんか80登板ぐらいしてたからね、ブリトー去年ね、この段階でだいぶ優しいですよね、本当に起用が。この段階でね、70か80だっけしてましたからね、8月の段階で。去年が異常。今年非常にマイルドですよ、マイルド。Sandy Brito takes the ball now in inning number 9, looking to close the door. Number 18, Sandy.さあ、行きますか。3点差、これは絶対に押さなきゃいけない3点差。Sends that one out of play for strike one.
You're lucky if you get one pitch a night right down the middle. Cannot be late on that fastball. A 1-1 count to the Pirates leadoff hitter. And he fouls this one off. 追い込んだら決め球はね、フォークかな、やっぱり。いいね、いいとこ来た。まず一つ。さあ、副長へ。Next to the plate for Pittsburgh, Sammy Siani. He went down on strikes last time up. He'll try to bunt his way on as he gets this one down. And he'll reach first as they can't make the play on him. 違う。なんでサード諦めてんのよ今。ちょっと。そんな諦める。いや。いやこれここまで来たらちょっとサードじゃないかな、これここまでこの体勢だったら多分サードしか無理ですよ、これ絶対に。そんなそのピッチャーに任せきりっていう感じもないですけどね、これここまで出てきたらね、ちょっとね、どうなんですかね、これ。キー・ブライアン・ヘイズ、ディギングインナウ。ボールか。It could really use a knock here, 0 for 3 in the game so far. That evens it up, 1-1. Hard line to center field. ああ、まあそうなっちゃうな。流れ良くないね。また劇場型。甘いな、確かに。まあ低めではあるけど甘いね、コースは。さあ、劇場型ぶりと言います。マジか、全部あれだな、ちょっと球種がよくないから、ボカイ。いやーマジか、ちょっと怖いな。マジで打たれるね、まずい。低めに。It's not easy to continue pounding the strike zone when you've given up three consecutive hits, but he has to trust that getting the ball down in the zone will get him an out. いいとこ行ってるけど取ってくれないんだよな、審判。Hey, this isn't going to be an easy save. These guys are making it work for this one. And here's a pitch inside, and that. まずいな、マジで制球荒れまくってるな。Next, it'll be Jay Cabrera. The base knock to the outfield could score the tying run from second. Cabrera. Ready to deliver. Here comes the first pitch. 頑張れ、ブリト。I always remember John Smoltz telling me the greatest asset a closer can have is short-term memory. And this situation calls for it right now. 頑張れ、マジで。ここ耐えろ、本当に。He has any traffic on a base pass and just attack the zone. Protecting on 0-2, so we'll do it again.One out with the possible tying and go-ahead runs on base here. In the dirt and slow. 超劇場型になってるな。Good job to corral this quickly as the runners hold on. まあ、ここはいいでしょう。次のカウントだな。Fouled away. The 2-2 is laid off. いやマジで全然フランだ。ダブリと対策されてんのかなこれ。Innings where nothing comes easy. He's thrown a bunch of pitches and this AB hasn't been any different. Definitely laid off. 浅い、これは大丈夫だ。これは浅い、さすがに。He tracks it down and makes the play to record the second out.ようやくツーアウトだ。いよ山下の入り、これはもういい。いいとこ行きましたね、これは。次ちょっとスライダー行こうか。OK、よしよし、いよいよ。
I love the fact that this batter continues to be aggressive. でスライダー振らないと。After striking out twice already, maybe he's got to take a step back, see the ball a little bit deeper, and be willing to work deep into the count. ああ、危ないね、マジで。ブリトすごい喜んでるけど、これ1点失ってるからな。まあいいんじゃないですか。本当にギリギリで抑えてる感じだな。抑えれてないけどね、抑えてるというか、なんとか試合締めてますって感じかな。で多分4点台近いもんね、今急に4点台に近くなってきましたからね。3.683 勝2敗でセーブ数は、まあ、31セーブで上げてますけど、ちょっとね劇場型すぎてまずいですね、これ呼び出しあるかもしれない、そろそろ。あ、よかった、違った。いいね、まあやりますか。Sandy Brito takes the ball now in inning number 9, looking to close the door. Number 18.Michael Conforto will grab a bat and hit for the pitcher here. Ah, bri bri しそうな場面、怖いな。Ready with the first pitch, here it comes. As he looks at a fastball that's in there for strike one. 261 the average coming into action here. 25 homers and 72 RBI. で次だな、ちょっと配球変えてもいいな、ここ。ここでちょっとナックルカーン混ぜてみるか。And a knuckle curve missed that time. 2-1.Great chance right here as a hitter to be really aggressive. With two guys already on, pretty good shot. He's going to get a challenge pitch right here. And now this crowd, a bit over 30,000 strong, comes to their feet. Chop weakly to the left. 惜しいな。Looked like he was cheating a heater right there. A little bit too far out in front. Got to find a way to keep his hands back. 惜しい惜しい惜しい。いいね。これ一歩目遅いんだよね、守備が低すぎて。いや、素晴らしい。Will put an end to their three-game skid as this ball game is over. なんだかんだ言いながら、まあいい仕事できましたね、こういうとこで。いや、セーブ成功率だな、やっぱり 90% 超えないとね、クローザーは。まあ 90% 超えれば、まあひとまずはね、一流ですよ。で、カット強化いきますか。ここだな。課題の1点差、ここだよな、やっぱりね。Stepping up is number 16. He's going to lead things off in their half of the ninth as they try to avoid the dreaded shutout. It's never a good feeling to get shut out. And over the course of the season, 相手10安打打ってるからね。打線は一応触れてはいるから怖いですよ、ここは。Action now in the Padre bullpen as it looks like a right-hander is getting loose out there. The 0-1 on its way. Swing and a liner.落ちた、落ちたね。まあまあまあ。ここからですよ。Lamont Wade will get the call here as he'll hit for the pitcher. You can't ask for anything more than getting a leadoff man on right there. Brings the go-ahead run to the plate. Okay. いいカットだ。He's in position to do some damage. It'll be interesting to see how the manager plays this one. He'll be looking for something he could drive into the gap and drive. これは振らない。Okay. Tying run from first. Count now a ball and a strike.さあこれがライトフライになりますね、ホケゲ。接戦じゃ内野安打が怖いね。そうですね、てかまあ全部怖いですね、正直。わーっと、ボスチャレンジだ。おお、すごい風格。
やー、際どいとこ取ってくれないんだよな。際どく狙いすぎなのかな。This doesn't strike me as a situation where he's going to be working around a guy. I think he's going to challenge him right here. One and one to San Diego's leadoff batter. I always remember John Smoltz telling me the greatest asset a closer has short-term memory. And this situation called for it right here. He's got to forget that he has any traffic on a base pass and just attack the zone.マジで怖かったね今。ああ、一個前めちゃくちゃ怖かった。OK、 いいカウントの取り方、これいいよ。初球取れたの大きいわ。初球取ると幅が広がる。で、次でナックルカーブいこうか。これがね、振ってくれないんですよね、なかなかね。They're gonna probably stay away from this guy. He's got so much power, you don't want to miss over the heart of the plate. But I think when pitchers try to be too cute on that outside corner, ちょっと今ヒヤッとしましたよ。They might leave one a little bit inside, and this is where that guy would jump on. Maybe trying to back him up a bit there with the fastball.Good spot for an RBI. Put the ball in play with the runner in motion. He could score all the way. よーし、よし、よし。よかったね。あっぶな。よかったか、久しぶりに1点差抑えた気がするわ、ちゃんと。よかったね、1点差ちゃんと抑えれた。怖っ。もう一回ちょっとパック開けるか。パック開けてどうなんでしょうね、これいいの出るのかな、これポチ。まあこんなもんか。そんなにですもんね、この辺り。なんかこれ肩がめちゃくちゃ弱くなるじゃんこれ。まあいいや、これなんかもらっとこう。肩が弱くなる謎のグローブもらうわ。なんかどれもどれですね、なんかパッとしないな。どれがいいんでしょうね、まあ、なんかとりあえず野手系もらおうか。ピッチャーあんまいらないな。3.55。 あんまり良くはないですね。Player receives a check-in from one of his coaches. お、いいね。ああ、いや、これビハインドか。ちょっと調整登板ですね、これは。あれか、まあ、ブリトーちょっと登板間隔空いてるんで、ね、あんまりなんか連投連投ないですからね、現状、クローザーは。優しいね。だからこれ調整登板ですね、完全に。さあ、調整していきましょう。でもね、やっぱね、もっとね、大胆にね、ゾーンに投げていかないといけないと思うんだな。むしろもうこういう風にさ、どんどんこのぐらい大体に投げ込んでっていうのをちょっとやっていかないと。これね、どんどん、むしろなんかここじゃなくてさ、このぐらい行ってもいいと思うんだよね。どうせブレるんでさ、ね、これどうせそんな狙い通りにいかないから、もうちょっと若干もっとなんかアバウトにさ行ってもいいんじゃない、このぐらいで。追い込んだらもうスライダーみたいな感じでさ、ね、このぐらい追い込んだらもうスライダー徹底して。オッケー。ね、むしろなんかまともにいかないから、席荒れてるからこそ、ちょっと逆にど真ん中ぐらいに行っても、どうせ多分こう行きますからっていうね。どうせあんまり狙い通りにいかないんだったら、多少アバウトでも。なんか狙ってる時が一番打たれてる気がするんですよね。ですので、むしろそんなに狙わないような感じでいてもいいんじゃないですかね。勝ち投手になった。
And tonight's one-run game comes to an end, 6-5, the final. The Los Angeles Dodgers win their 40th game in front of the home crowd this year. Sandy Brito wins his fourth game out of the bullpen this year. Sandy Brito takes the ball now in inning number 9, looking to close the door. 4バツ。もう3点差が OK。マジででもその作戦でいこう。ちょっとさっき言った通り、どうせブレるんだから若干甘めに構えてぐらいでいこう。で最後は追い込んだら変化球。シフトかな今のは。シフトですね。まあ、しゃあないしゃあない。You don't see that too much in today's game. Most guys, it doesn't matter what the count is. They're looking to line them. Drive the ball out of the ballpark. Not the case here. Good two-strike adjustment. 縮こまってるのが良くないんですよね。若干もうアバウトに。ね、まだ点差もあるんだね、ここは。どんどん投げ込んでいきましょう。で、追い込んだら、決め球のナックルカビコか、ここは。Able to protect the plate with two strikes, and he'll see another one. Renfro gets his lead at first, nobody out. Fouled off. これもね、まあ結果的にいいとこ行ってますからね、これもね。これも併殺が取ってほしいけどな。これはちょっとエラーに近いですかね、今、正直ね。あれがちょっと閉鎖取れない、だいぶしんどいけどね、これ、正直言うとね、まあ、いってもしょうがないか。サードどうなんだろう、守備あんまりあれなのかな、分かんないけど。OK サードに聞きに行くか。なんかでもミス多いよね。あんまり守備力高くないのかな。はい、でブリトーナイスピッチングで、セーブ数だけでいうと結構いってますからね、もう。まあ、ボール 3.38、惜しいね。で、34セーブですって、まあなかなか。ペース的にどうでしょう、これ、40、50ぐらいいくのかな。で、ブルペンか。サード成績はまあ見れるんじゃないかな。1点差だ。なんかエドウィンって人かな、ちょっと見てみようかな。能力とか多分見れるんじゃないかな。能力とかが こんな感じ。セーブタイトルいけるんじゃない？割といけるとは思う。これどうなんでしょうね。あ、まあでも普通ぐらいなのかな。これ見ると別に。でもホームラン25本持ってくれてんじゃん。すご。まあ。まあ打力型としてまあまあまあっていう。オッケー。おーっと、ちょっと待って、ショート。いや、マジかよ。いや、まあ、しゃあないか。
I know it wasn't pretty right there, Dan, but that has to frustrate the pitcher. Lead off guy anytime. ちょっと余裕持ちすぎかな今のは。いやまあ難しいけどね、難しいけどちょっともう余裕、ちょっとテンポが、ちょっと若干これね。いや苦しいね。Wheels and deals. Here's the first pitch. Isan Diaz. Third, well, third も確かに言ってほしいけど。I always remember John Smoltz telling me the greatest asset a closer can have is short-term memory, and this situation calls for it right here. He's got to forget that he has any traffic on a base pass and just attack the zone. いやバットボール球マジか。ちょっと待って、そんなちょっと待って、ボール球外した球打たないでよ。ひっつー、これやばいな。ちょっと待って、ワンソトとのプレートのインディエルナウアウトレフト。まあまず一つ。That brings up Wander Franco. Base knock to the outfield could score the tying run from second. Ready to deliver. Here comes the first pitch. He'll take a look at the pitch too low. It's ball one. Hey, this isn't going to be an easy save. These guys are making. ちょっと待って。まずいぞ。力んでるぞ。Got to find a way to execute either a good fastball down the way or flip something off speed for a strike. You cannot miss over the harder plate in these situations. The hitter is on high alert. Okay, これが。ちょっとピッチャー間に合ってればギリギリ、まあでも無理か、ちょっとタイミング的に無理か。さあ。So stepping in is Dylan Crossan trying to bring in the tying run from third here. In there, 0-1.Now this is a perfect example of why this manager feels so confident going to this beast in the ninth right here. He is throwing absolute thunder right here, pumped up and looks the part. And low, it's a ball and a strike. You know, something to keep in mind, they're really burning through that bullpen, and this is only the first game of the series. Definitely could have an impact on the rest of the series, and maybe even the whole week ahead.Trying to hold the lead. Here's the delivery. Cardinals down to their final strike here. Fouled away. 完璧だったけどね、今。Two big outs here, but the tying and winning runs are both out there. Swing and a little tap. 完璧な球いってるけどね。ちょっと今の取ってほしいけどね。マジか。Well, no doubt in my mind, this has been the at-bat of the night so far. OK。よう耐えたわ、本当に。よく耐えたわ、ふぶけ。ナイスピッチ。あとベースカバー判定というか、でも1本目遅いんだよね、これ、多分ね、守備は一切上げてないからだと思うんだけど、1本目が遅いからね、なんか、まあでもちょっと頑張るか、1本目なんか動かないから、ちょっとなんか諦めムードになっちゃうけど、ちゃんと頑張るか。Bottom of the inning now, and next will be the speedy catcher, Caleb Hamilton. Tough task ahead here as this guy, one of the top save guys in the league right now. He's been very reliable shutting the door. 劇場版サンディブリトですよ、これ。Big fastball is definitely this guy's MO coming out of the bullpen. もともと劇場型みたいな感じですけど。Swing and a miss, and that'll get a groan from the home supporters. 今日ドジャース大丈夫そうだね、確かに。まあブリトー出れば安心ですよ。あの 80% ぐらいは成功するんだね、セーブ。8割は勝てますから、ブリトー出れば。ね。
もうブリトーって確かに8割が出るという、いや素晴らしいですね。ウィッパーでもそんなにいいよ、多分 1.2 とかですよ、おそらく今。まあこのぐらい余裕持って投げれるといいんだろうな、堂々とど真ん中投げれるぐらいに。Cardinals down to their final strike here. Now a swing and a ground ball. This should do it. Adamas scoops it up. Throw on to first is going to be in time for the final out. よかったですね。これはいいピッチングだったわ。はい。さあしっかり抑えれましたということで、全部ストレートというストライクいきましたね。確かにエンタメ要素的には相当強いね。3.21、 ちょっとまあ若干安定してきたかな。36の6失敗か、ちょい多いな。そうですね、まあこれ純粋にこれね、ちょっとね、42ですか、でも 86% ぐらいか、セーブ効率は。まあ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 、よくはないけどね、よくはないけど、でもまあ 86% ですか。一応 90% に迫るぐらいはいけるかな、うまく頑張っていけばね。ウィップっていうのは1イニングあたりに出塁する数ですね、ですので、まあ、ウィップっていうのは大体1キルとね、そのめちゃくちゃ優秀って言われますけど、1イニングあたり1人出さないということですよ。ウィップ1以下ということは1未満か。クローザーまあでもそんなもんじゃないですか。86、まあ 90% 前後が多分クローザーの基準だから、まあ若干失敗多いかなって感じですね。コンブリコンブリ。1点差、OK。マジで、さっきの点差あるぐらいの余裕を持って軸していかないかな。余裕を持ったピッチングがやっぱり自分を救いますから。OK。ボスチャレンジ。ロペス。ツーベースとシングルヒット打ってますね。いいよ、堂々とど真ん中カットボールという強気なピッチング。いいよ、いい追い込み方。いや、これはちょっと考えていこうか。あーマジかーマジかー。まあ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 、OK。 さあさあさあ、低めに集めていこうか。ここちょっとボール行こうか。一球まあボール挟んでからここだな、次の一球。I love to watch a guy who's not afraid to move at his feet. You work inside like that, all of a sudden guys aren't likely to dive out over the plate. Still one and two as he fouls it away. Lopes stands at first with one out. And he fouls it away. 粘るね。いや、低めいこう。Here's another one, too.オッケー、ちょっとアバウトだったけど、いいねいいね。ボスチャレンジだ。怖い。ますか。三振取りに行こうか、頑張って。He's ready. Here's the first pitch.
sends that one out of play for strike one. A runner on first with two away. A ball and a strike now to Machado. どうだ、これはライトフライか。おーし、よしよしよし、まあいいでしょう、三振取れなくてもいいよ、よくげいいですね、しっかり若干ブリトも安定感出てきたかな、まあ、ランナーは出してますけどね、ブリブリは減ってきた、若干耐えてるね、ギリギリのところで耐え始めてるわ。New inning set to get underway, and up to bat next, the left-handed light tower power of Joey Gallo. いいよ、3点差、いいね。ランナー溜めないピッチング。0-1, here's the pitch. Lifted in the air to center field. いいですね、先頭打ち取ったら大きいよ、これ。Before he gets there in time to record the out. How about that?さあバックドア行きますか。おお、サードちょっと頑張ってくれたね今、ありがとうありがとうありがとう。これはショート、これもいい守備、京田さんみたいな守備したね今、うまい。完璧ですね、ちょっと珍しくサードとショートが頑張ってくれた、嬉しい、珍しいちょっと珍しいですね。Late in the season and way up in the race, a team is reminded not to take its eye off the ball. 安定してきた。 3.07 ですから2点台見て見えてきましたね。で38セーブ、すごいね、38セーブはブリトすごいな、普通に。OK。Your Sandy Brito takes the ball now in inning number 9, looking to close the door. Sandy Brito.いい場面ですね。一人打ち取ればセーブかな。High in the air down the right field line.ファールファールかな、入るかな。おお、よく取ってくれた。いいんじゃないですか。さあピシャリ締めて、これまたいい光景できましたね。これもセーブつきますからね。いい感じ、だいぶねセーブも安定してきましたね。ちょっとなんか今日開幕当初ね、今日放送開始時点あんまり良くなかったですけど、また安定感が出てきましたね。うん、2点台本当見えてきたね、ようやく。でフォーク強化、いやあれか、これもう変化球できなくなってんだ、ここはじゃあちょっとフォーシームコントローラーいらないからフォーク強化しますか。だいぶ復調気味だけどね、まあ完全ではないけどね、復調傾向であるのは間違いないですね。いただきます。これ次セーブすればあれか、結構本当に自信になってますよね。点差なんてアバウトに、おっと足元抜けちゃった。まあまあまあ、センサルピッチングしろ、ここはまだまだ気にしなくていい、これは。やっぱね、どんな甘いとこいても大体3割は、先生打たれて3割なんだね。
本当にアバウトに行こう。僕は Rafael Devers stands in as he checks his swing here for strike one. いいね、結果的にいいとこ行ってくれてるね。Hoping to send him packing, pitch on its way.秋山さんはね、なんか引退したと思う、この世界だと。メジャーからあれかな、日本 NPB かな、多分してますね、この世界だと。ここインスラだな。I don't think as a pitcher you can give in right here. He's a great hitter at the plate. He knows it. You know it. Keep executing. Maybe get him to roll something over. The 2-2. This is on the ground over to first. The second for one. On to first. Not in time. He jumped into the bag あれ、ブリットの全力疾走なんだけどね、1本目遅いから、本当に。ブリット全力疾走してんだけどね。超全力疾走です、あれが。あんま。甘っ。Hey, this might be their best opportunity to at least get on the board. They've been struggling offensively and they find themselves with two runners on board. Amai na. Gekiyama da na kore. Ready with the 0-1. And this will be a called strike 2 and trouble now as they're down to their final strike tonight. The Reds down to their last strike. Oh, なんか変な球来てくれた。ラクレティ。As they were able to get the possible tying run to the plate, but could not cash. まあいいんじゃないですか。And tonight's end is a まあいいでしょう。Shutout win, Los Angeles. 2点台いったんじゃない？そろそろ。いってないかまだ。3.2 とぐらいか、 3.02 ぐらいか。あ、2点台いってるじゃん。 2.98 いいですね。ようやく2点台きた。で40セーブ記念すべき。だから46セーブの40ですから 87% ぐらいですね、セーブ成功率。で、ちょっとここあれか、調整してみるか。もう一回ちょっとブリとさらなる復調のために。まあでも、これでいっか、別に。ちょっとブリと本当に髪型変えるか、また早そう、髪を。こっからこのぐらいしようか、ちょっと今回。あんまでも変わんないけどこれ。普通に多分野球の帽子かぶっちゃうとあんま変わんないですけどね、これ。Your attention, please. Sandy Brito takes the ball now in inning number 9, looking to close the door. Sandy.Roman Quinn will be summoned to pinch hit here to start the bottom of the ninth. And remember, they need two to tie, three to win. So he's got his work cut out for him here. And he's a guy looking to break out in a big way. Hasn't been getting the results he or his club have been hoping for. The 0-1 on its way.Ball one as he lays off. 結構セーフティーやってくるね。ブリトのなんかあれかな、フィールディング上手くないとバレてんのかな。Someone on this offense needs to take it upon themselves to have a quality AB and start the line moving again. え、これ、まず、これ、待って、意味わかん、はぁ、ちょ、知らん、何これ。ちょっと、はぁ、知らんがな、こんなん言われても、ちょっと、それはおかしいで、絶対おかしい。
で、ここで見送られても困るもんね、これ。こんな、これ。これ、ブリト悪くないでしょ、これ。絶対に。見て、これ。何これ。これショートだよ、これ。どう見ても。悪くダメ。これ、おかしいでしょ。何やってんだこいつみたいな見てるけど、これショートフライですよ、これ絶対に。どういうことなんだろう、これ。任せるとかあるのかな、ボタンが。なんかでも多分、なんかさすがにでもね、なんか知らないだけだ気がするな。こんなわけないよね、さすがに。なんか任せたみたいなやつあるんじゃないの、多分。さすがにね、やり方知らないけど多分あるんですよ、きっと。This is a tough guy to turn two on. It's got to be hit hard, and if you're an infielder, you've got to catch it and get rid of it quickly. A ball and a strike to Colorado's leadoff batter. Now this is a perfect example of why this manager feels so confident going to this beast in the ninth right here. He is throwing an absolute thunder right here, pumped up and looks the part. A swing and a miss on a ball way out of the zone, and there's one away.Wow, that's the case right there where a pitcher knows this guy's up there and he's in swing mode. That pitch wasn't even close to the strike zone and he still swung at it. Ani pops it up and no one can get there. It's a foul ball. Here comes the 0-1. いいですね。なんかやっぱストライク先行すると打ち取れるね。On the run is Nimmo. He tracks it down and makes the play to record the second out.And that brings in the power hitting shortstop Trevor Story. He comes to the plate as the last chance for his side. Two out here in the ninth. With that base running threat on first base, man, does that change the pitcher's whole mentality? 追い込んだらもうこれあれですよ。外空で。ゲームセット。And he strikes him out to end it here as they were able to get the possible tying run to the plate, but could not cash in. This evening's game finishes 2-0 the final score. はい。さあ、いい形で取れましたね。今の記録ヒットなの、あれ。あれで何、ピッチャーヒットなのかな、記録。たまらんね、それは。はい。2.91 まで下がりましたね。安定してきたかな、ようやく。2点差、OK。OK、センターフライ。Now at the plate, Ryan McMahon. Wheels and deals. Here's the first pitch. やっぱあれだな、ストライク先行できるかどうかですね。なんかこれ見てると、やっぱボール先行するとろくなことないわ。あれだ、もうなんか、もうあれだ、一塁走る癖つけた方がいいな。一歩目が遅いんだな、本当にブリト。動かないの、これさ、デフォルトなんだけど、もっとなんか早く動き出すのは間に合うのかな。一歩目動かないんですよね、これ、本当に。多分フィールディング低いからなんだろう。McMahon, base runner at first with one out. Another foul ball, and this battle will continue. A ball and two strikes now. I know he buried that slider in right there, but that's a dangerous pitch. 妨害の時はね。If he doesn't pop commit and bury that inside, でここがちょっとこれがね、ちょっと練習するけど、ちょっと待って、これどこいる今、打球。Alright, here we go. RBI base hit to cut the lead in half. Get the crowd going. You can feel the energy rising. Maybe that leads to an offensive explosion. We'll see. ああ、結構まずいね、これ。Flips over and digging in. Jonathan Daza. His day at the plate hasn't amounted to much. 0-4, but this is a great opportunity to make amends. Well, your team really needs you. Like they need マジか、今の三塁打になっちゃうんだな。You have to be able to put your personal struggles out of your mind. Right now is all that matters. And it's foul. The offensive approach here is simple.
You know the pitcher's going for the K, so set your sights middle of the plate. まあ1点差ね、これなんとか頑張りたいけど。So close, hard contact is a guaranteed rhythm. Still 1-2 as he fouls it away. Oh man, that's a frustrating one as a hitter. That pitcher missed right there. He didn't. フランカーいいスライダー行ってるかね、そこフライいっぱい。Foul it away. You have to regroup. You're not seeing that again.すごいいいとこ行ってるけどなかなか取ってくれませんね。こうなるともう外スライ行くしかないな、これボール球で。甘い甘い甘い、あー犠牲フライになっちゃうからこれ。あー同点か。久しぶりにセーブ失敗したね。まあまあまあ。From an offensive standpoint, this is where you got to push the throttle right here. You've had a couple hits in the inning. You got a 1-0 count leverage. Let's see if he can gap some.ちょっとブリブリしてるからストライク先行でいこう。よくない、これはね、マジでよくない、全然内容よくない。もうさすがにこれピシャリと、ね、このバッターだけは行きたいから。まあまあこのぐらいではいけるな、あんまり速くはないけど最短でいったあんな感じかな。ちょっと微妙でしたけどね、何とも言えない感じだけど、一応でも間に合うな、負けたね。最短入力であんな感じ。まあやっぱあれですね、1本目遅いのはもうこれしょうがないですね、守備がそもそも低いんで。だけど一応走り出しは、あ、なんかくれた、なにこれ。なんかもらったわ。ん？あれ違う、パックじゃないのか。で、ブリと防御率はスパッタ3点台だね、これで3.23、 ちょっと悪くなっちゃいましたね。でここでブルペンか、ブルペン行ってカットボール球速な、まあカットボール球速ゴリゴリいきますか。お、いいね。Sandy Brito takes the ball now in inning number 9, looking to close the door. So that brings up the big bat of Joey Gallo. He was retired via the ground ball. これもテンポよく行こう。Looking for base runners here as they're down two playing on the road. Not an easy thing to do trying to score. 100試合以上投げて、まあでも今年だいぶ優しいからね。今年ちょっと休憩期間ですよ。今年は完全に。フレッシュ期間ですよ、今、リフレッシュ。No balls and one strike. Fouled away. A pause and the 0-2 lays off that time, and it's 1-2. ここフォーシーム行こうか。Great pitch recognition to let that one go. Opposite handed, that's coming across the plate. You might think he got shot. からここね、ナックルカーブ行ってみようかな。He's ready with the 2-2 pitch.で緩急ついてるんで、ここインカットとか強気に。おお、よくそんな平然とよく見逃せるね。おお、高い浮いたカットボール。よ、99マイル。こっから次ね、ナックルカーブ挟むかな。スパイスを織り交ぜていく。I think when a team starts struggling, certainly offensively, it's just guys trying to play above their pay grade.
Know who the best players are in the lineup and try and get on base to set them up. And now a crowd right around 25,000 strong comes to their feet. It's a 2-2 count. で、外の意識植え付けてからの高め、インコースとか、どうかな。で、対応されると投げるものがないと。で、これで今の1本目なんだけど、一見ちょっと打球見ちゃうんだけどね。どうなんだろう。最短入力であんな感じなんだけど、どうなんだろうね、動かないですね、あんまり。ここでようやく、これが最短入力。こんばんは。でもこれシーズン最終盤だよね、地味に。もう60登板いってますからね。50セーブはいかないかな、これ見るとね。見てさ、ランナー出てるね。しかも辛いね、割と状況。割と状況辛いですね、これ。Hey, every ball club has that spark plug guy, and this is the guy right here. He usually ignites a lot of productive innings. The 1-2 dribbled down the third baseline. ランナー出てるからな、ちょっと状況違うよな、やっぱり最初から出た場合とは。Can't find the zone there as he lays off the breaking ball.You know, in this situation, you almost have to pitch like there's no one on base. That run really doesn't mean anything with the lead they've got. The hitter is the guy that can turn this game on its head. He's set. Here's the 3-2. Here's Manny Machado now, and his guys are looking to erase that donut on the scoreboard with a runner in scoring position. Yeah, man, they've been really shut down so far. 完璧なボールいったけどね、さっき。リプレイ多分何度見ても。枠の中入ってましたからね、これ。完全に。ちょっと辛いなぁ。First pitch on the way. Nope. Well, they've yet to hang a number on the scoreboard, but it looks like they've got a great opportunity from the breakthrough. Going to be pretty demoralizing if they can't. Now a good pitch around the knees, but it doesn't quite catch the bottom of the zone.Hey, time to start making some quality pitches. He finds himself in a tough spot behind an account with guys on base. He's set. Here's the 2-2. On the ground to the right side. 急げ、急げ、急げ、急げ。よーし、よし、よし。あーぶねー、マジで。That's good athleticism here by the pitcher getting off the mound. 最短でいけばって感じかな。一本目遅れるのはこれもうブリトン仕様だからしょうがないんだけど。一目散に行けば間に合うな。And that'll bring up Fernando Tatis Jr. And he needs to make something happen. They're down to their final out here in the ninth. Tatis.First pitch coming, here it is. A ball and no strikes. With the runner on third, two outs, base open, and a good hit at the plate, you have to be smart and not give in. If you walk this guy, so what? It's a lot worse if you give him a ball that he can hurt you on. Two outs here with a runner at third. Yeah, 際どく行こう、ここは。際どく攻めてくる。A bouncer up the middle. Adamas picks it up.Throw on to first is going to be in time for the final out. The Dodgers have taken the opener here at home. マジでさ、座礁のパッケージめちゃくちゃかっこいいよね、これ。
わかります？マジで座礁のこのトップ、パッケージめちゃくちゃかっこいい。So that will wrap things up for Mark DeRosa, Dan Plesac, Heidi Watney, and our whole crew. I'm Matt Vasgersian. You've been... ねえ、めちゃくちゃかっこいいっすよ。ねえ、ぜひとも大谷さんが入ってほしいですよね、ここに。でもあれだな、だからねえ、ちょっとあれだな、マジで野球ゲームの幅広がるのがちょっと嬉しいですね。でも実際ザ・ショーのおかげで。さあ行きますか。残り試合も本当に多分もうあれか、これで終わりぐらいか。多分次でどうですかね、次の登板ぐらいがラスト登板になるんじゃないかな、レギュラーシーズンは。まあギリギリ60いくかいかないかぐらいですかね。まあ3点台かな。で45セーブいくかいかないかって感じか。タスクアヘッド here is this guy, one of the top save guys in the league right now. He's been very reliable shutting the door. 0-1 the count. Heading out towards shallow. ゾーン内スライダーが意外と効いた。投げてみたけど。There to look at in his bats, and that's out number one. Corey Ray will come on as a pinch hitter. First pitch of the AB now.いいですね。これはね、ちょっとカットボールが曲がりすぎてるな。これじゃスライダーだね。And he'll take a look at a strike on the inside corner. It's one and two. This guy's got some of the nastiest stuff in the game, and it is absolutely no fun for an offense to try and piece together any type of attack when he's throwing this stuff.So it was a strikeout swinging. Corey Ray is retired, and now they're down. いいんじゃないですか、今の球。割と角度もあっていい球です。ね。The 0-1 pitch. And now the crowd estimated at over 29,000 come to their feet. Oh, perfect closer. いいですね。And this ball game is over.And this evening's contest comes to a close, 5-3 in the final. Los Angeles took the lead in the second inning and moved down until the very end. 60登板いきましたね。60登板45セーブが見えてきました、これで。あー、なかなかな場面だね。非常になかなかですね、これは。A one pitch on its way. Pulled toward right center field. Brinson. Bogai, Bogai, Bogai. And he'll take those extra 90 feet. So put runners at the corners now with two gone in the inning. Garrett, see what he can do off the bench. He'll bat with runners at the corners and two gone here. Looking to wiggle out of this. Here it is. The average at 284 to begin play.Two home runs, 18 driven in. And he fouls this one off. And now a crowd reported at over 28,000 rise to their feet. Forkball misses, and it's one and two now. The Brewers down to their final strike. Drilled to first. Fielded cleanly. And he'll step on. よし、これでレギュラーシーズン終了かな、多分。いいですね。6、おお、なんか綺麗な数字。60試合4勝2敗 3.00、 まああと1試合で0で抑えれば、ね、2点台でしたけど、まあ逆にいいですね。60試合4勝2敗 3.00、 45セーブ、ちょっとなんか綺麗な数字で、ウィップが 1.10、 なんか区切りがね、キレがいいですね、全部。逆にすごい。まあぼちぼちじゃないですかね。 3.00 で、どうだろう、セーブタイトルがどうかな。順位表はもちろん1位でしょう。はいね、ドジャースは1位です。で、ちょっと見てみるか。
これか。あんまりブリトー良くなかった、ごめん、あんまり良くなかった。6位だブリトー、セーブ無理だったね。まあでも逆に言えばまあここですからね、割と頑張ったんじゃないですか。で他の皆さんちょっと見てみるか。便利屋の皆さん 5.943.96 2.45、5.95、4.60、6.05、4.53、3.68。ごめん、ブリトー一番いいわ。ブリトーこれ納得だわ。ブリトークローザーだよこれ。クローザー以外ないわ。ごめん。ダントツでこれブリトーが一番手があるね。これ正直。実力のこれクローザーでしたね。これとかじゃなくて、これでも何でもなくて、ね、契約とかでも何でもなくて、ありがたいですこれ。みんな5点台とか4点台だ、これ優勝したチーム。あーとかピッチャー見てみるか。 3.05、 2.54、 3.50、 2.91、 先発クソ強、 2.78、 15勝13勝16勝13勝11勝、先発めちゃ強。じゃあ行きますか。打線か、打線見えるか。打線ってここから見えるのか。打線は違うか。打線はマイチームの、こっちかな。こっちで見る方がいいのか。こっちか。1番2割7分5厘。すごい、でも11本打ってるのか。11本2割7分5厘。19本2割6分8厘。3割2分8厘で15本。2割4分9厘。27本100打点。101打点。2割7分1厘。24本。やっぱりみんな一発ありますね。2割5分4厘。22本。で、みんな大好き。なこれか、これっちかで、こっちが29本95打点2割5分7厘2割1分8厘19本、2割1分2厘8本だって。まあ一発ありますね全体的に。さあ行きますか。こっからですよ本番は。さあ行きますか。ちょっと原点回帰で行こうかな。ブリトーも髪型は、OK。 よし、まあやれということですね。これはいきます。サンディ・ブリトー comes out of the bullpen to shut things down here in the ninth. Number 18, Sandy.Brito. Now at the plate is Caleb Hamilton. He's 2-for-3 with a home run and a double. Down by one. I'm interested to see how they approach this. タオルを回さないでドジャースファン。Especially if they get someone on base early in the inning. Some teams, you know, they're going to try and manufacture that run, just trying to get that one run across. Others, they're going to look for one or two big swings to make it happen.それは相手チームとかでやってお広いね。
fastball is definitely this guy's MO coming out of the bullpen. 2-2. 普段ね、いいところスライダー行ってるけど、ダメか。Gonna need to make a little bit of an adjustment with a slider release and at least tempt the hitter. Okay. And a swing and a miss. Good pitch there for the first out here in the ninth. Dylan Moore will come on now as the pinch hitter. Your closer comes in and strikes out the first guy he faces. Everyone on the team can kind of take a deep breath. Still have two more outs to get.But retiring that leadoff guy is always huge. さあ追い込んだ。追い込んだら自慢のスライダー、フォーク。One run game here in the top of the ninth. スイーン。Chased it well out of the zone, and there are two gone. おお、でも盛り上がってるね、球場。スイーン、完璧ですね。There's not a whole lot more he can do to instill confidence that he's going to wrap this thing up without any problem. よし。And now here's the first offering.広い、この審判相当広いな。Tying run at the plate, the 0-1 popped up. おお、完璧、パーフェクトリリーフというか、クローズでしたね。This ball game is over. Boy, we were treated to a wild one here, weren't we? Gotta love a game when you score 13 runs.頭抱えてる。ブリト、おーっと仲間たちと盛り上がってますね。ブリダンス、ブリダンス、ブリダンスしてる、ブリダンス。Winds up a slim one-run victory in the end as we get you one final look at our line score.And this afternoon's closing set of one-run game, 7-6 today. The Dodgers jump out to a 1-0 series lead. Yoenris Gomez earns the victory on the mound. So that'll do it for us. For Mark DeRosa, ちゃんと溶け込んでるね。よかったね。仲間たちができたね。I'm Matt Vasgersian. You've been watching. でまず一つかで次だな。は？いや、ヤンキースクソ強いじゃん。なんだこれ。ヤンキースもいいな。あー、この皆さんが。いやでもヤンキースへの移籍とかもマジで検討していくか、本当に。でも最近でも大谷さんとか見ないよな。もうそろそろでもなんか対談とかもあるのかな。イエスヤンキース行く。ちょっとでもドジャースね、いても、あれだな、進展見れないな。トレード志願とかしてみるか。だから大谷さんはどこいるか分かんない今。ジェロットもどうなんでしょうかね。結構早い段階で。そうか、ジョエリー・ロドリゲスいるのか今更だけど。そうか、なんかそこそこいるのか、どこにいるんすかね。あ、いるじゃん、マジでいるじゃん、ジョエリー・ロドリゲスだ、マジでいた。あ、でも、あ、違う、でもあれじゃん、ポジションが違うわ。あ、しかもリリーフピッチャーか、これ。うわ、マジでジョエリー・ロドリゲスいるじゃん。
ジェロット。引退だって。お疲れ様だね。でも頑張ってたってことだね、この年齢まで。結構もう6年ぐらいですからね、5、6年ですからね、結構頑張りましたね。三角ボタン押せる？あー、本当に本人だ。青い血流れてるわ。本物本物ちゃんと。変化球と球速マックスぐらいじゃん。めちゃくちゃ強い。あー、本当になんかこういう風にいてくれるんだね。35歳まで頑張ったんだ。よかったね。なんか嬉しいですね。でもなんかドジャースなんで負けたんだろう。割と強い。でもピッチャーだろうな、純粋に。ピッチャーがあれじゃ、やっぱあれか、リリーフがあれなんだろうな。オファー、あ、結構たく、ん、あ、またクローザーオファーだね。で、2666、これはー3億円ぐらいですね、これ。結構高いよ、これ。2億9700万ぐらい。なので、マジでちゃんとした年俸もらってる、こっから。だからこれはもう年俸さらに吹っかければこのぐらい。このぐらいが程よいか。335ぐらい要求すれば結構いいんじゃない。オプションとかはないか、さすがに。これもっと要求すればいいんじゃない。で、もし、まあ、あれかな、シーズン途中でちょっとトレード志願するかもしれないわ、ヤンキースとかに。まあこんな感じ。いや、複数年にしちゃうとなんかあれだから、まあ335ぐらいでいこう。27だからこれ何億円だ。3億800万ぐらい。結構高い。3億円オーバー。これキャンセルとかできるのかな。キャンセルしてさ、もっと上げる要求できるのかな。4億円とかさ、ふっかけて。ちょっと待って。これはサインを、ちょっと待って、あれ、もっと、いや、さっき OK って言われたけど、あれ、なんか、あれ、なんか上がるな。ちょっと待って、なんか微妙に上がるな。
なんか年俸上がる。これ何これ。年俸上がるのかな。285に上がったね。これじゃあ調整すればもうちょい行くってこと。ちょっとごめん、なんかよくわかんないけど、これなんで上がるんだろう。理屈がわかんないんだけど、これもうちょいなんかうまくやれば上がるのかな、もっと。ね、上がりそうな感じがしますよね、これ。もうちょいうまくやれば。ちょっと交渉してみるか。別になんか年俸そんなもね、たくさんもらってもしょうがないですけど、やれるもんやってみようか。待って。え、2億ね、どんどん上がってくんだけど。ちょっとこれどういう理屈？なんか知らないけど、めちゃくちゃ上がってくんだけど、これはこれどういう理屈なんですかね。まあいいか、じゃあ2億2級でいいや。ドール、これ大体どんなもんだ。3億3000万ぐらいですね。オークション、これじゃあいいや。3億3000万でいいや。高っ。やっぱでかいですね。うん、めちゃくちゃでかいな本当に。でここからだな。もしドジャースがとの関係がなんかあんまりよろしくなければ、ちょっとヤンキースに移籍も検討していこうかな。別にヤンキースに行けるかどうかわかんないけど、ちょっとそんな、 なんか行きたい球団にトレードしていけれるようなルールなのかちょっと分かりませんけどね。これスキップでいいや。これスプリングトレーニングだよねこれ。まあちょっと1回くらい投げるか。Sandy Brito takes the ball now in inning number 9, looking to close the door. 0.00 なんで今。なんか本人より安定感あるな、オートンが。去年よくなかったもんな、本当にブリト。ね。3.00 はちょっと寂しいわな。もうちょい安定欲しいわ。Ready now for the White Sox, Jack Conley. First pitch of the AB on the way. Strike one to start the at bat. Bases are empty, one man out. Swing, high drive, left field and deep. Going back is the left fielder. Okay. いいですね。Okay. いい調整ができてますね。You can put it on the board. Yes.Okay. Right there, team trailing, and he ties it up with a bomb. Interested to see how this one finishes out. Chopper to short. Knee high, he barehands it. Okay. Colin Thoreau will get a shot here as a pinch hitter. He's ready. Here's the first pitch. Okay. Wide to right field. Okay. And the inning is over. まあいいんじゃないですか。はいはいはい。うん、まあとね、シーズン、おバッティングだ、嬉しい。頑張るわ。こういうのも出してくれんだ、いいな。Here's the first pitch. Betts is on the move. Offered at and missed. Here's the throw. And he'll be tagged out at second base. Trying to get into scoring. What the? Yoenis Gomez takes the mound. プレーよかった。初ヒットぐらい打ちたいけどな。でもこれあれか、こっからもう全部スプリングトレーニングがいいでしょう、さすがにね。
で多分順調に調整できてますから、さあブリトーは、うん、スプリングトレイン 0.87、 やばいなブリトー、そんな才能あったのか。三振少なす3つだって、どんなピッチングしてたのこの人、やばいね、三振3つしか取ってない、0点台で三振3つだって、フォアボール5つ三振3つ、多分それ良くないと思うな、そのピッチングはあんまり。今年のブリトースタイルどうしようかな、ちょっと新しいブリトーをね見せたい感じもあるな。ちょっとさ、マジでニューブリトースタイルでいってみるか、ちょっとこういう方針一度やってみたかった、こういう形、変化球やや寄りてか相当寄りの、ちょっとこのスタイル、でこっちで球速上げていくみたいな感じで、ちょっとなんかあれだけどね、77しかないけど、ちょっとやってみるか、コントロールは捨てたコントロールは地獄へ葬った、きます。さあその地獄へ葬って、これが初登板、Sandy Brito comes out of the bullpen to shut things down here in the ninth. Number 18, Sandy Brito. All set for the start of the inning, and that'll bring. いざ新シーズン。Billy McKinney. Though you're only down one right here, but the exploding stuff that's coming out of the back end of a lot of teams. 99まで出てくれな。これで出るんだったらもう十分だな。It's gotten a lot tougher to scratch across runs against these teams' bullpens. まあいいんじゃないですか。で、スライド行ってみようか。まあ微妙っちゃ微妙だな。どうなんだろうな。OK、ちょっと今ヒヤッとしたけど、すげえヒヤッとしたけど、OKOK。あんまり変わんないな。確かにでも制球はあんまり良くないな。まあまあ、まあ、あ、そうか、バッターランナー走塁妨害しに行けばいいんだ。そうか、その意識徹底しとこう。あーカウントだ。Because this is just a one-run game, this doesn't strike me as a situation where he's going to be working around a guy. I think he's going to challenge him right here. Too far out in front that time. He can't keep it fair. Two and one. そうすれば絶対ベースカバー見つかれば。Here it comes. Hit in the air down the right field line. On the move is Betts. He can't get there, so the inning will continue.And hold all tickets now as the あれ打たれたヒット、あれ今ヒット打たれたのか、マジか。Standing in now, Gilberto Jimenez. As he'll take a look at a high strike that time, it's nothing in one. They'll go to work on getting that tying run home from second. And there's a called strike two as now they're down to their final strike this afternoon. A sold out crowd, 56,000 strong. Okay. All up in LA.Struck him out, so he'll strand the possible tying run at second, and a great job of working out of trouble as this ball game is over. One run game this afternoon, 3-2, the final. なんかあんまり変化を感じなかったな、正直。変化球言うほども上がってるかって感じもあったし、微妙っちゃ微妙だな、やっぱり。ニューブリトースタイル終わりだな、これ。
廃止かな、ニューブリッドスタイル。ニューブリースタイル終わりだわ多分。一応もらっとこうか、変化球。あんまり大したもんもらえないですねこれ、毎回見てるけど。これ何これ、ニューブリットースタイル終わりかな。なんかブリットースタイルにたどり着けないな結局。これどっちが強いんだろう。まあこっちか。こっちプラス一番いいのはでもやっぱコントロールは欲しいっちゃ欲しいけど、キレとか下がるんだよな。これもあんまり良くはないか。急速ゴリゴリ上げるよりはむしろこの辺りの方がバランス取れるか。こっち行ってかつ変化球、やっぱコントロールいらんからなぶっちゃけ。まあ欲しいけどね、欲しいけど、そこよりやっぱ変化球のキレとかと急速のバランスが欲しいな。まあこれでいっか。はい、今年さらに。でもちょっとマジで、でもニューブリトンスタイルっていい、ナックルカーブ確かに悪くないんだけど、いやでもナックルカーブ面白いか。でもシュートっていうのも面白いっちゃ面白いな。うわーちょっと多分やるか、ナックルカーブそんなに使えてないから悪くないんだけど、もう徹底して速い球で打たせて取るって感じでいってみるか。いやでもあれか、4でもいいか。スロット4ってなんだっけ、スロット4がフォークか。まあでもフォーク使ってるからな。フォーシームで2がカットボールだっけ、カットでフォークとかスライダーだもんね。そのあたりはまあ使ってるから、まあちょっとまあ超変革でいこうか。シュート、ごめんね、ナックルカーブ。ナックルカーブ良かったけどね、良かったけど、ちょっとここはやっぱ変化を恐れずにいこう。いきます。伸びの概念はあると思う。ストレートのキレっていう項目かな多分。いただきます。行きましょうか。さあこれがニューブリトスタイル。もうやばいでしょ、カットボールとシュートっていう、もうなんかそういうピッチングされていきましょうか。シュート多投しよう、点差あるし。そんな球が、そんな空振り取れんのこれ、シュートって。でカットボールいこうか。 And that one yanked just foul.
でバックドアシュートとか、あフロントドアシュートとかね。Maybe trying to back him up a bit there with the fastball. We just saw a fastball right there. I would not be shocked if he tries to get this guy to go fishing right here. 横変化がいいね。まあ100マイル出るんでね。Swing and a miss. Good pitch there for the first out here in the ninth. Up next from the stretch, Fernando Sierra is in with one away now as he swings and misses here at strike one. Fastball and ooh, that ran in and drilled him.Oh, that was a big mistake right there. This guy might be their best base stealing threat in the lineup, so now he's got a chance to move into scoring position without even putting the ball into play. Into the box now, number 16, as he pops the first pitch foul behind the plate. So far, 2-for-3 in this one. The 0-1 delivery. これがニューブリトースタイルですよ。Waiting on it is Nimmo. Two gone.これいいのかな、ちょっとよくわからないけど、ね、これがニューブリッドスタイルです。ボール1。That'll be a souvenir, and the count will move to 1-1. でも多分シュートってでも多分そういう球だから、割と積極的に当ててこう。当ててこうじゃないわ。あのインコースついてこう。当ててこうはダメだ。それはただのダメだ。それはただのなんか殺人鬼になるからそうじゃない、そうじゃない。インコースに強気に行きましょう。はさあ行きます。ニューブリトースタイル。行きましょうか。まあ積極的にねインコース行くとこか。いやだからさ、こことか行きたいね、こういうとこ、マジでここやってこう。ここインコース、マジでここで、ちょっとバッタービらせてこう。本当にでもここ徹底してやりたいな、ここ。いやもうバッターからすれば怖くてしょうがないでしょ、こんな球なんでしょ、これ。マジでめちゃくちゃ怖いと思うよ、ここ。Lucky he got a piece right there. He was definitely late on that pitch after seeing a previous off-speed pitch. And he'll take this to the bag himself. One gone here in the ninth. Digging in now is Jared Kelnick. 0-for-2 from him so far in this one. Cute little BB, that's so good. Come set. Here's the nothing and nothing pitch. Fouled off.目線をこうやるだけで全然なんか相手多分変わるかね。Ready with the nothing and one pitch. うわこいつやべえなみたいな感じでちょっと見せてこう。A good action on the two seamer there, and it's one and two. マジでこう目線で威嚇して、ほら当てるぞみたいな。行くぞ行くぞ行くぞって言いながらもここバックドアですよ。全然違うとこ行ってる。One out, nobody on.Now here's a ball hit high and deep to straightaway right field. Back goes Betts. On the warning track, he makes the catch. Next to bat is Tristan. 左バッターになんか投げる球あんまないな。The last chance for his side. Two out here in the ninth. No balls. ダメだね、ちょっと左バッターに投げる球ないわ。This is a perfect example of why this manager feels so confident going to this beast in the ninth right here.He is throwing absolute thunder right here, pumped up and looks the part. いいね。今のでちょっとヒヤッとするよ、相手は。ちょっと待って、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 マジででもちょっと。面白いな。これはでもニュースタイルだね。完全になんかちょっと配球がやばくなったね。もうなんかやばい感じあるね。
A player receives a check-in from one of his coaches. さあブルペン行きましょうか。ブルペンで、シュート強化とかあるな。シュートでいいか。もうインコースえぐりまくる。Sandy Brito takes the mound here. Not a safe situation, of course, because of the big lead, but he'll try to finish it out on the left. Michael Tolia is going to pinch hit here to lead off the ninth, and with his club already well down, he'll just get on base here. Comes set and the 0-1, and he fouls this one off. Here we go, boys. The pitch.いやいや、これはちょっと当てるつもりだって、本当にこれは違うって。ないや、今避けれるでしょ。ちょっと待って、これよ、ちょっとこれ避けれないのか。マジか。わあ、ちょっとこれちょっと反省しないと、ちょっと無理か。この距離って無理なんだ。いや、ちょっと普通にセントランナー出したくないけど、ここだよ今。ここ無理なんだ。ここってダメなんだね。ここダメなんですね。ここはちょっとやめとこう。じゃあ、yeah, you know, D-Row, one of the things about pitching is you want to have location, and it was obvious in this one today that the pitchers won't あんまり投げれないのか、インコース。Hitters make you pay, and the long ball was a big part of this one here. Acuna coming in. He makes the catch. A great effort to get there. マジか、じゃあシュートもちょっとダメだな。あんまりインコースいけないね。ここが多分デッドボールってことでしょ。多分ここ、ここがアウトってことは、じゃあこのぐらいで深いとこ。Let's see if they pitch him the same way. Hard in, soft away. He's set. Here's the 0-1. Skied into very shallow right.Betts is there to put it away, and the runner will be forced to retreat back to first. Stepping in once again is Justin Turner, and he needs to make something happen. They're down to the final out here in the ninth. No balls and a strike to count. いやでもここ一球行かないとな。ここくらい投げるイメージで。いや、これも今の逆に当たんないんだね。ちょっと今の当たってるけどな。どういう理論なんだろうね。あーでも確かに当たってない。すごい。あ、当たってないわ確かに。あ、本当だ、ギリギリ当たってない。すご、こんなちゃんと判定してんだな。よかったね。Runner holds as the count moves to 2-1. Catch is made, and the Dodgers have taken the opener here. だから避けて、あんまり避けてくれないね。だからあんまりインコース行き過ぎ、多分ダメだわ。Sandy Brito takes the ball now in inning number 9, looking to close the door.続きますか、ニューブリッドスタイル。お、いいね、こういう状況を選ぶか。ニューブリッドスタイルでいこう。まあ手出さないか。
Great chance right here as a hitter to be really aggressive with two guys already up. Throw on to second for the force, and the ball game is over. And tonight's final, 7-3. Los Angeles. 開幕までいいんだな、ブリト。開幕してからはいいんだけど、ちょいね。開幕当初はいいんだけど、そっからがあんまり良くないんだな。毎回ね、毎年そうですからね。でもテンポ良くなったね、だいぶ。結局ナックルボールは無理なのかな、ないのかな、ナックルボールは。スライダー行こうか。シュート、そう、シュートがナックルカーブ捨てた捨てたというか、別れを告げてニューブリトースタイルですよ。Sandy Brito comes out of the bullpen to shut things down. えぐってくスタイルを覚えましたね、今は。徹底してインコースをえぐるという。入ってるけどね、今。Now a fastball for a called strike. It's one and one. That's a real nice location with that fastball up and in on the hands.Hard to do much with that because a hitter really can't extend his arms very easily. And there's the first out. で、ここ徹底して。Here is Aristides Aquino. He's 2-for-3 and looking for more here. Strike one to start the at bat. いや、マジでバッターからすれば恐怖でしかないもんね、これ。まあ、これレフトフライでしょ。He tracks it down and makes the play to record the second out.さあ、インコース行くとこ、徹底してインコースを。いいね、これよ、これ、これ。まだ行こう、まだシュート続けていい、ここは。大丈夫、点差まで。完璧ですね。いやー、素晴らしい安定感出てきたね。三振あんま取れてないけど、三振は一切ね、ほとんど取れてませんけどね。いや、でもなんかなかなかいいね、ピッチングスタイルできてますね。さあ、行きますか、もう一回行きます。Your Sandy Brito takes the ball now in inning number 9, looking to close the door. Number 18, Sandy. The ball is 0.00. Digging in, the switch hitter, Michael Tolia. Okay. で、まあここもインコースかな。左バッターにはもうカットボール徹底しておこうか。左にはカットボール。左にはカットボールで、もうここ徹底しておこう。しつこいぐらい行こう。Now here's a ball hit in the air to straightaway right field. This ball's got plenty of carry to it, and it is out of here.A solo shot here to straightaway right field as it's now a 3-2 ball game. Wow, that run at the top of the ninth is even bigger now. Without it, this thing would be tied. As it stands, though, they still have work to do to send this to extras or end this thing. This game's getting. いや、これはまだ恐れてはいけない。まだ行ってある、まだ行ってある。He's got a hit in three at bats to this point. The 0-1. Hey!Now this guy's got some of the nastiest stuff in the game, and it is absolutely no fun for an offense to try and piece together any type of attack when he's throwing this stuff. いや、これを恐れてはいけない。インコースを恐れてはいけない。ここ投げれなきゃ、もうブリトは抑えれない。His third punch out of the game. Next up is Casey Golden, struck out in his last trip to the plate. Yeah, Maddie, and hopefully he got it out of his system. Especially now, he's got to bear down. He gets the two strikes in this spot. マジでね、インコース無理だったらもうブリト無理よ。本当に。Now here it comes. Down the left field line and deep.
もうインブリをインブリで、ここでスライダー行こう。You could see from up here, as soon as that ball hooked foul right there, the で次もまだスライダー行こう。He's got to find a way to regroup and continue this at bat. And he lays off a pitch outside. でここからようやくインコース行こうか。また。ああでもか、惜しいかな。Hey, this isn't going to be an easy save. These guys are making it work for this one. Fouled away.Bases are empty, one man out. And he fouls this one off. And it's fouled away. いや、こうなるとね、投げる球ないんですよね、フリート。本当に。The next 3-2. Freezes him, a strikeout looking.It's been a rough game for him at the plate. Couldn't get the bat off his shoulder right there, and he struck out twice before that one. So he's going to have a lot to think about with the ballpark tonight. Dom Nunez. Yeah, でも左バッターにもシュート行ってみるか。You know, because this is just a one-run game. 好きじゃないですけどね、このシュートは怖いんで。まあでも行けるんだからありか。I think he's going to challenge him right here. Liner toward right center, and that finds some outfield grass. It's a base hit.Nice AB right there. Two out single in the ninth. You put yourself in a position to be the tying run. Now you have your boy coming up behind you. The winning run. で、カットシュート、カットシュート。And this is swung on and missed. So with that, they find themselves down to their final strike here this afternoon. Action now at the Colorado pen as a southpaw has stood up to throw out there. And that ball is gone.さあここでついに出てしまった今季初セーブ失敗あー負けついちゃったな。初めての失敗がド派手に燃えちゃったな。2発かマジか、3発か。よかったのにね、これまで。わー、ここで燃えちゃうか。ブリトーもったいないな。せっかく追い込み方よかったのにね。もったいないな。すっごいもったいなかった今のは。痛いですね、今のが初失点だったな。A manager confronts his pitching staff about an unacceptable team statistic. ビハインドだ。Sandy Brito enters from the bullpen to do the pitching. 痛いですね。でもまあここでセーブ失敗痛いな。防御率も悪くなっちゃったもんね。He reached on a single last time and later wound up scoring. Hit hard on the ground towards second. Throw on to first for the out, and that is how the ninth inning gets underway. Next up is Luis Camposano. He scored after. Okay, さあこれはテンポよくツーアウト。いいですね。Amaya over to his right makes the play, and there are two gone now.あるか、やっぱインコースってのが怖いんでしょうね。リスクありますからね、一発の。結局Here's the first pitch. As he sends it on the ground to first. Fielded cleanly. 結局のところやっぱり外角に投げていくのが一番安心かもしれない。なんだかと言いながらインコースはそれだけリスクあるってことですね。インコースのリスクはやっぱあるんで、ね、それはちょっと考えていかないと。当てちゃうリスクもありますからね、やっぱりね。やっぱメジャーリーガーたるものね、紳士的に取り組んでいかないといけないんでね、やっぱり野球には。Sandy Brito. さあ4点差。Not a safe situation, of course, because of the big lead, but he'll try to finish it out nonetheless. Garrett Mitchell is going to pinch hit here to lead off the ninth, and with his club already well down, he'll just need to try and get on base here. No balls and one strike.
で、ここでシュートだな。外角行こうか、あえて。今までなんかシュートの使い方ミス、あっと痛い、ちょっと大丈夫ブリト。So the Brewers get their leadoff man aboard to start out the frame. There's a hard hit ground ball. Pitcher not able to get a glove on it. Hard single up the middle. Yeah, watch your lips. 足当たってない、大丈夫かな。Dad sent it back right where it came from. 3-for-4 so far and seeing it well in this ball game. Okay. で追い込んだらスライダーかな、やっぱりでして。And he wasn't going to hit that one with an or the strikeout and there's one gone.多分あんまり投げる登板なかったからね、機会がなかったから、調整登板に近いでしょうね、これは。Look out! That one almost got away from him. 2-2 now.これカットしてきたな。ランナー溜めたくはないね、やっぱり。OK、インカット。これ振ってくれんだ。やっぱり、ね、インコース攻めまくってる効果あるね。やっぱ当たりたくないという心理が出ますからね、人間どうしても。徹底したイン攻めが効果的に決まりましたね、今のは。That's a good pitch to lay off right there. That cutter inside, and that is a really tough pitch for hitters to lay off. And a lot of times, if you do swing at that cutter in, you're going to end up with some firewood in a broken bag. There's ball four. And up next, it'll be Keibert Ruiz. And these guys are making a little push here. You have to like the effort despite the odds. Yeah, you really do. They still have a significant hill in front of them. They string a couple of hits together here, and all of a sudden this thing feels doable. And he fouls this one off. Mitchell over at second. Reynolds on at first with two down. Okay, Inkos. And now this crowd of around 24,000 supporters come to their feet. Still hanging with him. ダメだな。もう一球はちょっと行きたくないから。Brewers down to their final strike, and a slider just about gets away from him there as it runs a bit too close for comfort. Well, what do you do when guys keep fouling pitches off like this? Lucky. Three called on a pitch that looked out of the zone. マジでラッキー。ちょっと怖かったね今。結局三奪三振だね。でもなんだかね言いながらシュート覚えてね、打たせて取る投球になるかと思いきや意外と三振が取れてるっていうね。本当に意外とって感じだけど、3.38、 まあ大体去年と同じぐらいですかね、今現状は。なんか若干セーブが少ないのが気になるけど、あんまりセーブ機会で投げさせてもらえてませんね、今現状。A pitching coach checks in with a member of his staff. Sandy Brito enters the game here an inning later than usual as he'll try to close this one out in the 10th. Sandy Brito. Brian O'Grady will get the call here as he'll hit for the pitcher. Brian O'Grady. 母の日だしかも今日。さあ、タイブレーククローザーこそね、やっぱり本当にシュートが重要だったかどうかが明らかになるんでね。初球スライダーで。
Whoa, that's down. Base knock to the outfield could score the tying run from second. Fastball, and that thing's a blur up there, folks. One and one. Padres are going to get something going out in the bullpen now as a left-hander has stood up to throw. Skied into very shallow. まずこれを締めれたらシュートが有効ということですよ。まあ正直ね、タイブレークですから、まあ1点しゃないぐらいです。タティスだ。いやタティスの攻め方ちょっと本当になんかインコース丁寧に行きたいかな。まあ1球そこにまずく行きながら、振らないんだな今の。Big sweeping breaking ball right there. Good pitch. But if he wants to get a swing at it, he'll have to bring it in a little bit closer to the strike zone. 振らないんだなこれも。もうこれどうしようもないねこれちょっと。まあでも厳しくいこうか。振らないんだな。And that misses ball four. So it's first and second now with only one away. The second baseman.He's set. Here it comes. Tim Lopes is at the plate as he looks at ball one. Perfect time for a mound visit right here. Just give him a breather, a chance to collect himself. Nimmo will have plenty of room as he makes the catch, and there's a big out number two. Striding in is Lamont Wade, trying here to plate the tying run from second. Trying to hold the lead. Here's the delivery. You know, this is just a one-run game. This doesn't strike me as a situation where he's going to be working around a guy. I think he's going to challenge him right here. And a step off. Two big outs here, but the tying and winning runs are both out there. Not close. It's 2-0. Got to find a way to execute either a good fastball down and away or flip something off speed for a strike. You cannot miss over the harder plate. シュート。最後は決め球シュート。よーし。いや、素晴らしい。このピッチングが素晴らしかった。なんか新しい姿を見れた気がする。ニューブリッドスタイル。良かったですね。ゾーン内で勝負できたの良かったね。まあナックルカーブなくなっちゃったけどね。うん、まああの大炎上1試合除けばトータルでね10試合去年と全く一緒全く一緒だね。あ、ただ VIP は良くなってる。 0.78で、イニング数が9イニング投げて被安打5、三振8だって結構多いで、防御率は全く一緒です。はい、というところでね、ニューブリッドスタイルで来年というか、まあ今年に関してね、果たして、トレードとかでね移籍とかも多分できるかもしれないんで、ね、ちょっといろいろ検討していきながらやっていきたいと思いますね。果たしてドジャースね、クローザーどうなるんでしょうか。ということで次回に続きますね。ブリトーのシュートね、綺麗に高評価よろしくお願いいたします。じゃあお疲れ様でした。いいですねシュート。